盛岡市さかな町にありますもなかにやってきてますよ。はい、こちらのもなかがオープンしたばかりということで今非常に盛り上がっているさかな町界隈、今回磯村でブラブラしてみたいと思いますよ。楽しみですね。あえてオープンしてから私ね来ないようにしてたんです、この企画のためにです。もう気合が違いますからね。あー、まず入るとこうね広い空間になってまして、で椅子も結構あってここでくつろげるようになってるんですね。わー、なんかおしゃれだし、いやーいいね、新しい建物っていいですね。なんかひときわ人だかりというか行列ができているところがございますね。あら、あらあら、これは私もちょっと、ほら、知ってます知ってます、岩泉のすごい人気のジェラート屋さんですね。あら、このこんもり盛り上がった感じたまらないです。こう店構えがすごく高級なのでちょっと手に取れないのかと思ったら、あのちゃんとねお手頃価格で販売してますね。お弁当もありますほら、500円台でお弁当とかいいじゃないですか。あのお魚屋さんの魅力ってこういうね、こう粗挽きのものがあるのなんですよね。これをこう煮つけたりお味噌汁に入れたりすると、まあいいお出汁が出るのよ奥様。え、まあ、何の番組なんですか。これご機嫌土曜日といって、はい、磯がブラブラと散歩する、はいはいはい、この間ねそこら辺も見てくださってすごい好きなのよ。え、好きですか。好きまでいただきました、ありがとうございます。あのアスカちゃんが嘘です嘘です、ポイント捉えてますね。嘘です今日はこの宮古さんの、まあ、ちょっと形ちっちゃいですけどね、あの鮮度のいい、はい、生イカ見るからにこの針がありますね、はい、ですね、はい、あの磯ちゃんの欲しい針です。わかり、ツヤツヤですか、ツヤツヤね、ツヤツヤの針、はい、ちょっと私磯さんかもこのイカさんさすがですね、ちょっと詰まってこちらは何のお店ですか。東北ドリンパーズです。はい、なんかおしゃれなサンドイッチとか、わー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 、美味しそう、食べてもいいんですかねじゃあローストビーフサンドを一つお願いします。ありがとうございます。ではいただきます。今ねもう1時半なんですけど、私今日朝ねプロテインのスムージーしか飲んでないんですやだ意識高い人みたい。いただきます。まずですね、パンがしっとりしていて、で中のこのローストビーフもねしっとり柔らかで、このキャロットとこの紫キャベツがね食感がもう本当にシャキシャキでさっぱりいただける美味しいサンドイッチ。こちら側の端に来ましたが、一服さんですね。わー、こんにちは。なんというおしゃれで美味しそうだ。もう唐揚げとか一個が大きいですね。そうですね。うん、美味しそう。サクサク系ですか、衣。あの、ザクザク系。ザクザク系。食べてみた方がいいかな。これやっぱりちょっと私舌でこうあれで、ね、ちょっとだけでも買えます？あ、大丈夫です。いいですか？一個でも。あ、じゃあ1個でもいいですか？はい。じゃ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 ーん。いただきます。結構ねお味がしっかりついてるんで。おかずとしてね、完璧な、あのお弁当に入れても喜ばれそう。あのお店をちょっと出たところにもこう店舗があるということなんで、そこをねチェックしてみようと思います。このさかな町の店舗もね結構こうレイアウトが変わって、あ、こちら販売員がこちらにリニューアルで、こんにちは、ちょっとお邪魔してます。ご機嫌土曜日です、すいません。ちょっと食後の甘いものを食べに来ました。はい、もう1/1000お茶屋の抹茶ソープの完成にはおよそ1000回にも及ぶ試作と2年の月日が必要でした。どうぞどうぞ。 ありがとうございます。わいい色、
うん、おまずもちろん抹茶の香りがすっごい芳醇なんですけど、この苦味とこのソースの甘みのこのバランス、さすが、ね、さすが素晴らしい。そう、抹茶だけだと苦い、はい、でもソフトクリームだから、はい、抹茶の味がしてソフトの味がしないと、はい、この味にならないんですよ。おやおや、磯さんずいぶん寄り道ばっかりしてるから、あれ、なんか今回このモナカの中と魚町のこのアーケード商店街の中も歩こうと思ってたんですけど、なんかかなりの通り中、ちょっとおしゃべりしすぎて食べ過ぎちゃって、あらあらあらということなんで、続きはまた次回磯ブラ、また次回お会いいたしましょう。次はアーケードの中を歩きます。